はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ今ですね、新シリーズやってます。僕が YouTube を1年にやり続けた経験談をいろんな角度からですね、7本の動画にまとめて配信してってます。昨日までに4本動画作ってて、この動画がですね、5本目の動画になってます。2本目からですね、同じ T シャツ着てます。これね、今日ね、4本撮りのね、4本目なんですよ。もうね、今日はね、動画撮るよってことでね、頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。はい、で5本目の今日のですね、タイトルこちらです。必ず失敗する。これね、断言しましょう。断言します。うまくいくはずがない。ここについて今日はね、お話ししていこうと思います。あのね、よく見る方たちですね、動画の再生回数もすごいし、チャンネル登録者数も多い方たちっていうのは、上位 0.1% とかですね、ほんと上位 0.2% とか、そういった上の雲の上の人なんですよね。そうじゃない人が大半で、そういった方の動画ってやっぱりね、厳しいんですよ。で僕も本当にそうで、毎日動画出しますけど、もうね、見てもらえないの本当多いし、それが当たり前でやってるっていう感じですね。まあでもね、スマホで撮ってね、まあ僕編集しますけど、編集してアップしてるだけなんで、そんなお金もかかってないし、とにかく無心で淡々とね、コツコツもう本当動画を作り続けてあげるだけです。これ有名ですけどね、ユニクロの柳井さんもね、多分言ってると思うんですよ。10やれば9は失敗するみたいな話、多分聞いたことあると思うんですけど、これね、YouTube 本当にやってると、こう普通の一般のいろんなこうビジネスやってる方も、こんなマインドでね、結構まあゲーム感覚でこうやられてんのかなっていうのはね、本当に思うんですよね。失敗をね、恐れてちゃ何もできないしね、挑戦できないんですよ。ただね、動画を作ってあげる、この繰り返すだけでですね、その挑戦していく、このね、姿勢というかスタイル、このね、ストロングスタイルがね、身についたなっていうのは思うんですよね。失敗することが分かってて、動画がね、見てもらえないことが分かってて出してるんで、結構ほんとメンタルはね、強くなってますね。これもね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月じゃ分かんないです。1年続けた僕とですね、やっぱりその最初の頃の自分と全然違うんで、続けることでね、こう得ること、経験できることっていうのは本当にね、これね、財産だなって僕は思います。でもね、やんなきゃ分かんないんですよ。で、これね、いつ何がどう変化するかね、分かんないんですよ。これね、いい意味でも悪い意味でもなんですよ。これまさにね、諸行無常とかですね、ブーカー時代、こういった言葉がね、本当に当てはまると思うんですけど、まあでも本当ね、種まきしてる感覚なんで、いつか芽が出るだろうと思ってやってるんで、で、芽が出たらですね、ブワーンとこのジャックと豆の木みたいに行く可能性もあるんで、その、トライして挑戦をね、繰り返して続けないと、でもそのね、芽は出ないしね、ジャックと豆の木にならないんですよね。でこれ本当の失敗っていうのは挑戦しないことですね。これは僕言い切ります。挑戦しないことが最大の失敗です。挑戦するといろいろ結果が分かるんで、ああこれうまくいかなかったな、全部自分のデータになってくるんで、経験値もたまりますし、ダメでも繰り返す根性とかね、そういったマインドもこう身につきますし、やり続けてる以上はですね、失敗じゃないですね。でまたね、やり続けないとこう成功はないですね。はい、そんなこんなでですね、僕2年目もですね、種まきをし続けますということで、このシリーズですね、残り2本の動画、これもまたね、違う角度から動画撮ってね、僕が1年間 YouTube 続けた経験談動画にしていきますので、よかったらね、次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ、ビシッ。